ここから行くと取れますよっていう情報でしたよね。このステッカーね、国土交通大臣の指定によって例外的に貼っていいですよって言われてるんです。期日内だった。ここから行くと取れますよっていう情報でしたよね。これね、ベッビッて剥ぐとダメなんですよ。これ剥いだら再利用できないように、こうなんか変に残、わざと残るようにできてるんで、ビッて剥ぐとなんかそれが残っちゃうんです。でそれは結局スクレーパーでワシワシワシってやらないと取れないんですけど、ゆっくり、あ、ほらほらほら、ほらこうなるよ。さっきみたいにあのゆっくりゆっくりやってったらいけました。あのやっぱり整備士の人ってそんな時間ないから、スクレーパーでシャシャシャってやった方が整備士的にはいいんだろうなと。あのこういう仕組みなんですよ。そうなんです。ゆっくりやったらいけるんじゃない？なんで普通の人スクレーパー持ってないじゃん。じゃあゆっくりやればいい。今はあえて普通にペッてめくるとこうなっちゃいますよっていうのを見せたくて。黄色のマイクロファイバーの毛羽がすごい、毛羽が。ティッシュでやったら大丈夫だった。そうですよ。今なんか爪でワシャシャワシって言って、おいおいと思ったかもしれないですけど、ほら。スクレーパーも使わずに。はい。はい。はい。これなんかという方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そちらも。